日本中华联合总会青年部在横滨华侨总会礼堂举行第一届第三次里监事联席会议，会中进行今年上半年的会务报告及提案讨论。青年部今年以来，包括在东京协办联合总会的活动，以及到地方参加各地侨团的活动等，其中也有跟总会一起代表日本侨界回台参加总统就职典礼，相当活跃，也带起了年轻侨民参与侨界活动的风潮。青年部部长冯明辉表示，这一年来青年部通过的提案有八成都完成实施，未来除了尽力完成未实施的提案之外，明年青年节组团回台觐见蔡英文总统是目前青年部筹划活动的重点。この青年部は発足いたしまして成立いたしまして1年が経過いたしました。今日まで3回の会議を行いまして9つの提案が罹患時より提案されまして、1年の間に8割の提案はすでに実行に移されました。残りの2割の提案につきましては私の残り任期1年の間に必ず実行に移すお約束をいたします。在这次会议中，有青年部山梨 BBQ 旅行以及明年青年节蔡英文总统进表访问团及举办对台投资企业讲座等三项提案。其中青年节蔡总统进表访问团一案，出席的代表侨务组罗慧云秘书说，希望青年部能够写出提案，向总统府说明诉求。表現訪問の内容、蔡総統に会って何を話したいですか。日本の今の合表の青年は、今の、中華民国の新政権に対しての意見とか、何か希望とか、前置きにやはり用意しないと、会って何を話すとか、ちょっとその時、横滨中华总会罗宏建会长则说，只要说明华侨青年在侨团做了什么事，不需要特别要求什么。東北ですよ、関東、関西、岡山、九州、沖縄などで、こういうメンバーで構成されていますよということを説明すれば、それとはそれで納得するわけですね。だから、そんな深く考えなくていいと思います。青年侨民积极参与侨团，但侨团不只是联谊，有更深刻的职责。来自大阪的侨爪敦哉就对青年部的诉求提出疑问。この留日の環境社会に対してどういったことを求めているのかっていうのは、なんか分かる範囲でもいいんですけど、ちょっと教えていただけたらと思ったんですけども。罗宏建会长说，今年带头活跃侨团，甚至地方，让华侨对日本社会的贡献得到更多人的认同，如此自己才会以中华民国的海外侨民的身份为傲。私も もう日本で三代目ですから、自分のおじさんがおじいちゃんが地方大会出てきましたけど、まあ未だに中華民国中国民国って言ってます。僕はそれでいいと思っています。皆さんもその血を引いてるわけですから、自分の国が今何をしているのか、どういう状況なのかをよく分かって、そして日本に住んでいる人たちに自分たちの口で、私たちの僕はこういう活動をしてこういう状態なんですよということを言えるようになっていただきたいと思います。青年部顧問錢妙玲也说，看到青年部的成长非常感动，自己也将竭尽所能帮助年轻会员参与侨务。委任状まで読み上げるのは今までなかったんですね。やっぱりいかにこの会、本当に理事たちは全員成長していきたい、本当この会をしたいという気持ち、すごい感じてます。で、私あんまりできることないんですけど、今期また10万円を寄付させていただきますので。
在领监事会后，青年部出席成员在横滨玫瑰饭店邀请华侨总会前辈及代表处同仁参叙。由于副代表陈太和即将退休，青年部特别由部长冯明辉代表献花致意。陈太和说，感受到青年部的活力，侨界的未来是非常有希望的。这个今天真的是 很难得有这样一个机会，也认识了很多刚才介绍的这个我们这个青年部的干部。那么我看了、好，全国各地都有这个区域的负责人，等于是副会长、副部长，然后也从沖縄呢，阿拉皮桑来まして，然后各地方的我们的干部也都来了。那我就深深觉得说，这个青年部啊，未来是很有希望的。那么我们的侨界，在未来啊，都是由各位要来担当大任的。那么我想、我们在座的这些横滨的或东京的或者是各地的这些前辈们啊，看到这样一个情形啊，也会感到很安心，而且也会觉得未来的侨界还是非常有希望的。那么希望大家能够继续努力。青年侨民在成家立业的同时，还要参加侨团活动，本来就不是一件容易的事情。许多外地来横滨开会的成员，带着一家大小出动，小朋友的嬉笑声是甜蜜的负担，也是华侨社会未来的希望。在前辈侨民的带领协助之下，新生代能够在拼事业、照顾家庭之外，承担上传承华侨社会的重任，才是侨团能够永续经营的基础。台湾新闻横滨报道。